手の立場になって聞くということができる人は、人との関係性の中で最も大きな信頼を得ると言われています。開運コミュニケーション講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は人との話を聞くという中で、相手の立場に立って話を聞くことができたら人生が大きく好転していくんだよっていうお話をしていきたいと思います。で、私はエステティックサロンを経営しているんですが、昔やってしまった失敗でね、あるお客様にお手洗いの手拭きが使いにくいと言われたことがあります。当初はいわゆるこう手拭きかけにタオルをこうかけて使うっていう感じだったんですけど、そうするとそのお客様はみんなが使った手拭きをね使いたくないとおっしゃったんです。で、私はあ、そうかと思ってね、そのお客様に返したのは、では次回の時までに小さなタオルを用意して、個々に皆さんが使えるように、同じものを使わないでいいように準備しておきますねって返したんです。そしたらそのお客様はすごく機嫌な顔をされて、あ、はいって言いながら帰っていかれて、そして二度と来られませんでした。で、私これは何でだろうってすごく考えてね、お客様がタオルが使いにくいとおっしゃったから、その改善策をお伝えした、こういうふうにやるねっていうことをお伝えしたのに、何がダメだったんだろうと思って、私の先輩にあたる方にそのことをお話ししたら、亜美ちゃんそれは違うよと、そのお客様は改善策が欲しかったんじゃなくて、使いにくいということに同調して欲しかったんだよって言われました。で、もしかしたらその時に、あ、そうですよね、使いにくかったですよねっていう一言をつけてから、じゃあこういうふうにするねっていう改善策をお伝えしていたら違ったのかもしれないなって思った出来事があります。人はね、自分に同意して共感して理解して賛同してくれる人を好きになる、これは過去お伝えをしてきておりますが、そうなんです。なので私がそのお客様に、そうですよね、本当使いにくいですよねって同調して共感していれば話は変わってきてたんです。でも私の中では改善策だけを伝えたので、とても事務的なコミュニケーションだったなと今は反省をしています。話を聞いてくれているっていうふうに思ってもらえるには4つのポイントがあります。その4つのポイントをお伝えしていきますが、まず1つ目は相手の目を見るというとこです。この相手を見るっていうのはね、話し手と自分がじーっと目を合わせて喋るんじゃなくって、ポイントは4秒なんです。4秒間目を合わせて、4秒経ったら1回反らす、そして4秒また合わせて反らすみたいな形で4秒間目を合わせていくと、あ、私に興味があるんだなって思ってもらいやすいんです。でも逆に、じゃあ20秒30秒目をじーっと見ていると、お相手は恐怖心とか圧迫っていうものを感じるようになっていくんですね。なのでポイントは4秒。これは私が受講を講座をしている時によく生徒さんにやる内容なんですけど、私と目を合わせていただいて、心が通ったなとか、あ、なんか亜美先生とふっと近くなったなって思ったら手を挙げてくださいっていうゲームをします。で、これ1対1でも1対10でも100でもそうなんですけど、はい、じゃあ目を合わせてってやって、こう順番に見ていくんです。で、やってる中で、はいって手を挙げられるそのタイムを測ると、だいたい4秒なんです。私の場合は 4,5 秒ぐらいが多いです。やっぱり人はまず4秒目を合わせることで、あ、近いなって感じてもらえるんだなっていう結果があります。そして2つ目が、相手に体ごと向けて話を聞くというとこなんです。よく会社でやりがちなのが、何かこうパソコンをしてて
誰かが喋りかけてきた時にうんって顔だけ向けてうんうんってこう聞く人いるんです。でも手はパソコンの方、体もパソコンの方を向いてて顔だけそっちを向いてるっていう感じ。これはね、話を聞いているというふうには取ってもらえなくって、ながら聞きのような感じで捉えてしまうので、必ずパソコンの方を向いてても体ごと向いてお話を聞くっていうことをしてみてください。そして3つ目がメモを取るというところなんです。メモはね、相手をめちゃめちゃやる気にさせますで、私の受講生はね、本当に私を上機嫌にすることが得意な方が多くって、私が話をしているとちょっと待ってくださいって言ってメモを取り出すので、あ、メモ取るんだって思うとね、メモ取ってるその姿を見てると、あれも言おう、これもお伝えしよう、もっとこれも言っといてあげようみたいな感じでどんどん喋りたくなってしまうんです。で、このメモを取っていると相手さんはやる気になるし、すごく嬉しくなったり、あ、一生懸命聞いてくれてるんだなっていう感覚になるので、お話をされている時はメモを取る、そしてメモ取りながらうんうんじゃなくって、さっきの体を向けて目を合わせるっていうのも含めて、目を合わせて4秒経ったらメモを取る、体はそっちを向くみたいな形で使っていただけるといいかなと思っています。そして最後4つ目が相手の地雷を踏まないっていうところなんです。この地雷っていうのは、話してみないとこの人がどんなところで怒って、どういうことに傷ついて、何を知られたくないのか、触れてほしくないのかっていうのがわからないんですよね。なので話していかないとダメなんだけど、話している最中に顔が、相手の顔が曇る、返事が止まる、体が固まる、今までうなずいてたのにピタッて止まってしまう、またはこう向いてたのにこう体がなんとなく違う方向を向いちゃうとかいうような態度を取られた時には、あ、地雷を踏んでるんだなと思っていただいた方がいいです。この地雷を踏まないように、相手もこちらを見てて大きくうなずいて拍手してメモを取るみたいな形でお話を聞いてくれているっていうように、こちらがセッティングしていくっていうことが大切かなと思っています。今日はお相手が自分の話をちゃんと聞いてくれているって思ってくれる4つのポイントをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。吉原亜美のミューズチャンネルでは、再生リストの方にカテゴリーを分けて投稿していっております。チャンネル登録の方からあなたの毎日に取り入れれることがあれば、ぜひ使ってみてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。